はい、こんにちは、トオルと申します。狼と香辛料の7話を視聴しました。新しい展開が始まりましたね。今回も原作未読アニメ初見での感想、考察、注目点などを共有していきますので、よろしければお付き合いください。まずは振り返っての全体感からいってみましょうか。第7幕は神の天秤と草原の魔術師。これは前半エピソードと後半エピソードね、重ねたタイトルになってるかなと思います。まあ主に書かれていたのは今回退屈な町での一幕だったかと思われますね。もうすぐ大きな町が近いんだけど、その手前の町ポロソンっていうところで、前回手に入れた古書をねロレンスが現金化しておこうと考えたようで、ここでの紹介の一幕になっておりました。まあ、出発後には町にもでもね噂になっていた魔術師と出会うというシーンではありますけど、魔術師ではなく羊飼いだったようだということですね。まあ魔術師の話とか、まあ、羊飼いの話とか、それこそホロのね、心持ちがどうだったかみたいなところは次回につながっていくんじゃないかなというふうには思われます。全体感としては、まずは新しい商売がね始まったよって、その兆しを感じられる構成、こちら良かったですよね。社会情勢の話だとか、武具とか金貨なんかについての情報なんかも入ってきてですね、大きな町でまた新しく大きな商売を始めようと、ロレンスがややリスクのあることをね、していましたので、この辺のね危うさと面白さとっていうのがね、噛み合っていたかなというふうには思いますし、今回の紹介での一幕もなかなかに見どころはあったかと思います。もう一つはこっちが個人的に印象深かったんですけど、全体感としてはまずはやっぱり新しい商売が始まったぞというね、そんなワクワク感があったと思います。紹介における情報収集だとか武具の話だとか金貨の話だとかね、新しい要素なんかも相まってですね、ロレンスが今回はね、信用買いというややリスクのある方法で武具を買い集めていましたので、これがどのように転がっていくのか、なかなかに楽しみではあります。紹介とのね、駆け引きなんかも含めてですね、やっぱり商売の描写、見ていくのは楽しいですね。そして、まあ、個人的に印象深かったのは商売もそうだったんですけど、やっぱり2人のやり取りの中で冒頭なんですよね。冒頭ホロがね、まあ馬車の上でねイチャイチャしながら話をしていてですね、でここでまあ話の途中に向こう側から普通の人が歩いてきたから、狼の化身であることを隠すためにフードをかぶるんですね。でフードにかぶれて隠れた口元がなんか笑っていて、ロレンスは不思議に思うんですよ。おそらくロレンスはこの回の間にはその本当の理由まではたどり着かなかったんじゃないかなというふうには思われますが、そうですね、だってこの直前の会話って何かっていうと、ホロがリンゴのね、買いすぎたことによってリンゴをリンゴのパイにしてもらったと。でこのまあねリンゴの処理代っていうのもただじゃないんだから、お前の借金にね、パイの加工代もつけておくからなってロレンスが言ったんですよ、文脈的には。でそれに返答する前にホロが黙ってしまって、でも口元だけは笑っていて、ロレンス的にはなんで笑ってるかちょっとわかるんですよね。お前の借金だぞって釘を刺したのになぜか笑っとって、あれこいつ借金返す気ないんじゃないかとか、なんとも思ってないんじゃないかと不安になるわけですよ。リンゴだって買いまくるし、何でも美味しいものを食べまくるしってことでね、不安になるわけですよ。このねロレンスのね察しの悪さというかダメさ加減がねすごくいいですよね。でこれが回収されたのはね、おそらくなんですけど借金の考え方の違いで食い違う2人の描写かなと思われます。そうですね、まあホロが油買ってくれって言うんですよね、尻尾の手入れに必要やからって。でそれに対してロレンスがですね、まあその冒頭のところとかも踏まえてですね、無駄遣いをしそうな感じのホロに対してですね、お前借金いっぱいあるのにね、なおかつここからまた散財させるのは許容できねえよって切り返すわけですよね。つまりまあロレンスの感覚では、商売人の感覚では借金は返すのが当たり前だし、返していくのが健全だと思っているわけですよ。でそれに対してまあホロは言ったらひょうひょうと答えているわけで、ロレンスはなんか噛み合い悪いなってね、こいつとなんか妻が合ってないような感じがするんやけど、その理由がよくわかんないなみたいな形になってるんですけど、これホロの感覚は多分ちょっと違うんでしょうね。今回もまあその北の国にね、北の町に行く時には自分は借金を返してるって言っていてですね、それまでに借金を返してしまうと自分はいなくなってしまうっていう、まあその孤独に対する弱さはロレンスは汲み取ってくれてるんだけど、借金がもたらしてくれてるホロの安心感みたいなところまでは汲み取りきれていなくて、ホロの感覚で言うとそれは借金はね多いければ多いほどいいんじゃないかなと思うんですよね。それはまあね、借金があればロレンスと長くいられるからっていうこととはちょっと違っていて、
なんというか、その感覚的に多分ロレンスがホロにかけたコストって、かけた時点でそれはロレンスにとってホロの価値の高さを表してるみたいなところがあると思うんですよね。例えば正しいのかわからないんですけど、ファンとして好きなアイドルのグッズを買うのに近いと言いますか、お金をかけた分だけ自分はそこに価値をかけてるんだよってね、その証明であって、ホロが返すべきは、借金、ね、借りたお金の分じゃなくてですね、まあロレンスの期待に応えること、ロレンスにかけてもらったコストに見合うね、何かを与えることであって、それは自分と過ごす時間でもあるかもしれないし、またですね、ロレンスのねに買ってもらった、かっこ後から請求書送りでは、あるんですけど、村娘ファッションをね、使って、ホロは何をしたかっていうと、ね、最初に可愛らしかろうって言いながらもね、ロレンスに見せつけるわけですよ。見せる相手がいないなー、チラッチラみたいなことをするわけですよ。で、ロレンスはいつも通りのね、あ絡みやなー思って返してるんですけど、ちゃんとホロはこの可愛い村娘の姿を武器にして水をまいて商人の罠を今回見破ってるんですよね。つまりホロなりにロレンスがホロにかけたお金は2人の商売の中で返ってきてるっていう感覚であると思うんですよ。むしろまあホロはそうありたいと思ってるところまでは正しいんじゃないかと思ったりします。でですね、それで言うなら、まあ確かに油っていうのはね、毛並みの話であって、この尻尾はロレンス以外に見せないわけですよ。ね、ってことは、他のおねだりとはまたちょっとね、性質が違うからこそ、ホロはわざわざロレンスに尋ねてきたわけで、まあ一応ホロの中では、全部ひっくるめて根本的に一蓮托生だから関係ないよねっていうのとともにですね、一応ホロなりに線引きがあるんですけど、この線のラインをロレンスは基本的に分かってなくて、だからロレンスが釘を刺すときにですね、まあひどいことを言うわけですよ。そう、お前の借金の中ね、服とか酒とか櫛とかね、いくらかかると思ってるんだって言ってるんですよ。これ良くないですよね。服のことはまだわかるね、服はまあ普通にまあホロが着ておかなきゃいけないことだからね、でもまあホロに言わせれば商売のことだからね、ホロ的にはそれは必要経費にね、換算できると思うんですけど、ね、酒のこともまあまだわかると、ホロは酒が好きで別に絶対飲まなあかんわけじゃないからこそね、はい、お酒のことはまだわかると。でもね、櫛のこと言っちゃダメですよね。だって櫛に関してはロレンスがそもそもね、ミロネ商会との件の時に、まあこれが終わったら俺が買ってやるよって言ったわけですよ。契約とかじゃなくてね。で、ホロがもう勝手に揃えてね、請求書を送りつけたことによってですね、まあ一緒にデートするみたいな流れにはならなかったんだけど、でもこれはホロの中ではね、プライベートの関係で言うんだったらロレンスがくれたものなんだから、借金に換算するのはおかしいし、で、本当の意味で全てが一蓮托生であるんだとすると、油に対して、油を要求したホロに対して借金返せはまたちょっと違うわけで、ね、この、なんて言うんですかね、男としてのスマートさが、足りてない感じ、はい。いや、僕がね、そのスマートさを持ってるわけでは断じてないんですけど、映像として書かれてるところはね、本当になんか、ホロが娘にね、お父さんは気が利かなくてね、みたいなことを喋ってるのかな、みたいなことをね、思わせるような演出になっていてですね、ちょっと二人のね、やりとりが面白かったのと、ホロ的に、借金の額が増えたっていうことは、あ、自分の価値が高まったんだなっていう感覚で笑顔になっていたのかなと、そんなことを思えてですね、結構面白いね、フリート回収になってたかなと思いました、ね。まあこういうのは解釈の仕方は人それぞれだと、思うんですけど、皆さんはね、この2人のやり取りを見てね、どんなことを思いましたでしょうか。感想なんかまたね、コメントで教えていただけると嬉しいです。ではここからはアニメ初見勢として注目ポイントを気ままに話していきたいと思います。まあ覚え間違いなんかもねあると思うんで、話半分に聞いていただければと思うんですけど、まずは今回のホロさんの大活躍についてでしょうか。触れておく必要あるでしょう。はい。今回訪れたラトペアロン商会でいいのかな、こちらは、まあリュビンハーゲンっていうものすごく大きな町のまあ手前にあるね、そんな町であってですね、ここでつまり、ね、関税とかが嫌なね、そんな商人たちが物を換金したりだとかですね、別の商品に変えたりっていうことが頻繁に起きていたことが、想像されると思います。そして、ここでの商人さんがやったことっていうのが、まあテーブル、傾いたテーブルを使ってですね、まあ天秤でのね、あ、これ釣り合ってますねって言って、ね、同等の価値で交換してると見せかけて、実はテーブルが傾いていてちょろまかしていたってことでしょう。まあ床が傾いていたかテーブルが傾いていたかね、わからないんですけど、ともあれ、まあ正当な取引をしていなかったことをホロが見破ったと。
このあたりホロが今回食べ物の話を聞いてる時にね、布の中で耳がめちゃくちゃ動いていて可愛かったんですけど、まあ同様に、耳がいいっていうことは三半規管もいいからこそね、歪んでるバランスにすぐ気づくことができたんでしょう。ホロは今回水をこぼすことによってテーブルの傾きを証明し、そして、まあ重りをね、まあ釣り合わせる天秤が正しく動いていないことを示したわけですよね。そして、それを、まあ、弱みに脅すことによって、ロレンスは武具の信用取引を了承させ、ホロは酒と肉を要求したというね、形にはなってます。このあたりは、その、行商人としては結構リスクのあるね、行動だったと思います。はい。脅し方についてはね、結構難しくて、特に今回のね、詐欺みたいなものって、その、物証がなかなか上げられないんですよね。だって天秤は正しいし、商人さんはそもそも天秤をお持ちですかって聞いていたわけですよ。でたまたまテーブルが劣化によって傾いてましたねみたいなことを言われたら、確かにそれは評判悪いかもしれないけど、じゃあ吊るし上げできるほどかっていうと、それはただの一回の行商人にはね弱い可能性があってですね、これ、うまく通らなかった可能性もあります。また逆にですね、めちゃくちゃ強硬派だったとしたら暴力みたいなね、手段に出られていた可能性なんかもあって、結構リスク自体は多かったんですけど、ただまあ見てわかるように、あとは主だけで大丈夫だろうってホロが判断しているので、この嘘やね悪意を見抜くホロの能力がめちゃくちゃ強くてロレンスはこれに助けられてることをね、もうちょっと自覚した方がいいのかもしれませんね。あとまあ契約内容的にはどうなんでしょうね。まあホロのね酒と肉に関してはね、私は酔ってたかもしれないわって、冷めないようにお酒が欲しいなっていうね要求はめちゃくちゃ可愛いと、食べた量は多分全然可愛くないんやというふうには思います。でロレンスが要求した武具に関してはまだちょっと分かんないですね、まあ戦争関係で売れ筋商品なんで、まあ高くは売れないんだけどね、損もしないだろうっていうことでロレンスは要求したみたいな感じですけど、戦争関連のものってね事情が変わりやすいですからね。はい。現状信用取引っていうリスクのねある商売としてやるにはね、なかなかに冒険をしていてですね、このあたりは多分ホロがね理解してないんでね、危うい部分かなというふうには思われますね。まあ世間話をする中で武具の話に関してももうちょっと突っ込んで聞いといてもよかったかもしれませんね。最初の段階では多分ねロレンスめちゃくちゃ舐められてたと思うんでね。とはいえ、まあ、今回のその聖なる金の話じゃないんですけどね、ちゃんとしたね、正しい天秤の話ではないんですが、ともかくその神様みたいなものをですね、神を信じてますっていうことによってね、まあ神を脅しに使ってる感じっていうんですか、はい、この辺含めて、まあ、作品感歴史感を感じられたところは面白かったですね。続いては羊飼いについてでしょうかね。これがねまだ僕あんまり詳しくわからないんですけど、羊飼いってなんか羊とかヤギとかを放牧しながら、世話をして、でチーズとかね毛皮とか売る人のそんなイメージがあるんですけど、まあなんか女性は珍しいなと思って見てはいたんですが、とにかく冒頭、なんか狼に狙われてる群れみたいなものがあって、金の根みたいなものを使ってそれを退けたみたいな、描写になっていましたので、まあ、この世界においては羊飼いは多分狼に対する対抗手段みたいなものを持っていて、で、それが超常現象的な役割がねになってるんだとすると、それを魔術師と呼んでるのか、まあ、それとも全然魔術師と羊飼いは違うもので勘違いされてるのか、人々の噂話的にも何とも言えない部分にはなっていましたが、ともあれですね、最近はその狼を操る魔術師っていうのはこの羊飼いのね、女性っていうことなんじゃないかと思います。でこの狼を、まあ、操る力でかどうかは分かんないですよ。退ける力みたいなものが、ホロとの相性をどういう風に絡んでくるかっていうところがちょっと気にはなりますね。はい。この辺はまあ続きを見てからだと思うんですけど、すごくヒロイン的な登場の仕方をしていましたので、ホロさんがまあ別の意味でも警戒していたのかもしれません。あとちょっと気になった描写としましてはね、まあホロさんがお酒とお肉でね、ご満悦のタイミングで待ち合わせしていたロレンスが待ってたんだけど、そこでね、まあ町の人々にですね、まあ何かを語り聞かせる男の人がいて、まあ宣教師的なね、ポジションだと思うんですけど、見栄え的には聖書でもないから宣教師ではなくてですね、まあ字幕は説教師ってなってたんですけど、まあ、言ったら義勇詩人ではないと思うんですが、まあ旅をしながらいろんなことを語り継げる
ルね、継いでくるそういう存在なんだと思うんですけど、この人多分ね北から来たような気がするんですよね、うん、様子的にも。そうで、だとすると今回ロレンスが何かに気づいたような顔をしていて、でこれは、北の方の町で起きたことを知ったんじゃないかと思われますね。北で起きたことが影響してきそうなね、要素としましては、一つはまあロレンスがやろうとしてるね、武具の販売ではあるんですけど、もう一つはホロですよね。ホロを北のね、まあ、ヨイツの堅牢、ヨイツに連れていくことが二人のね、契約になってるんですけど、じゃあ、いざ、たどり着いた時にですね、まあ、狼を称える異教徒の町がどうなっているか、ね、まあ、想像するにそんなに難しくないんじゃないかと思うとですね、これはロレンスが、ホロのね、あの、実家の状況みたいなところね、故郷の状況みたいなものを察してるかもしれんし、ホロはロレンスの様子からそれを察してしまうかもしれんしっていうね、形ではあります。ともあれね、ちょっと北の方で起きてることっていうのはね、不穏ではありますよね。その他注目点としましては、まあ毎回食べ物の話でね、ホロがうっとりしてくれるのが、面白いですし、そこがまた描写として回収されるのも楽しいんでね、フルーツの蜂蜜漬け出てくるのがお待ちたいなと思っております。いや、アップルパイもちょっとその焼き上がった加工後のね、アップルパイ見てみたかったなというふうに思うんですけど、はい、いや食文化にね興味のあるホロさん、個人的にもね、共感できる部分がありますのでね、今後も楽しみですね。うん、あとまあ偉そうなやつの尻を噛んであったっていう話をですね、まあ1話でホロがね、娘と思われる子に聞かせてあげていてですね、これ多分今回出てきたね、リュビンハーゲンさんですか、はい、こちらの人の尻を噛んであった、話なんだと思われます、このあたりがちょっとしたね描写で回収されるところもちょっと面白いですね、うん、いや果たしてどんな街なんでしょうね。そんなわけで7話の感想、考察、注目点でした。新しい舞台での商売の始まりもなかなかに楽しみですし、ね、やっぱりホロさんのね、かわいかわい強ムーブと、そして、前回借金返すまで話さないからな的なね、告白をしておいて、借金返してないんだから存在するなよとか言っちゃうロレンスさんのね、このダメな加減ね、含めて楽しめたんじゃないかなというふうに思います。ね、皆さんのね、感想とか共有したいポイントなんかあったらコメントでお願いします。ね、なおね、原作未読勢としてのね、まあ、アニメの感想の共有になってますので、ネタバレとか匂わせに関してはご遠慮いただければと思います。そんなわけで、このチャンネルでは僕が楽しんでる作品にスポットを当てて、一緒にね視聴満足度とか、また作品の価値を、高めていけるように動画やライブ配信を行っております。今後もね動画投稿予定ですので、よろしければチャンネル登録や高評価なんかで応援いただき、一緒にね作品楽しんでいただければと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。お相手は遠山徹でした。また。